ますよ。はい。よし、行くぞ。こんにちは、カインズです。はい、今日はですね、そこちらにアナボールがあるんですけど、あちらにカイドウですね、400近くあるんですけど、それを使ってですね、まず、サウナですね。サウナをやってみようと思います。サウナですね。で、一応これは、有名な YouTuber のはじめ社長さんがやった、800個でサウナ作るってやつなんですけど、今回その、吐き気なんで半分の400個でやります。はい、400個でやります。で、良い子の人には真似しちゃダメって言われたんですけど、まあ良い子なんですけど、今回やってみようと思います。で、こちらにいらっしゃる方がですね、同じ職場のですね、なんだっけな、のぼるです。のぼるね、あ、そうっす、のぼるくんですね。のぼるくんなんで。はじめまして。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、では、やっていこうと思います。とりあえず、ここで止め。はい。これですね。この、貼らない回路を、10個入りをですね。何個買ったかというと、これですね。30個入りを15個買いましたんで、はい。まあ、計算してください。はい。これをちょっと使ってサウナを作ります。はい。時間かかるのでカットします。ラスト1個どうぞ見せてあげます。あ、575個終わりました。じゃあ次は。はい、やっとですね、カイドウ400か500か分かんないですけど、開け終わりました。で、これを温まるまでしばらく放置します。はい。はい。